今回はエピナギ映画を前に読んでみた読者の情緒に対する反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。他キャラ推しだから今まで本編だけにしか金を落としてない読者だったんだけど、映画見に行くためにようやく読んでひっくり返った。本編を読んだ時レオ都合のいい女でしかないじゃん、ご奉仕サッカーすぎるよ、エピナギナギごめんね。今の情緒こんな感じ。金城先生がナギをかっこいい男として描いてるって言ってる理由がようやくわかった。わかったけど本編だけだとわからないのよ。金城が思うかっこいいを詰め込んだ男事実。今でも本編だけしか読んでない人にとってレオは都合のいいキャラなんだろうなとたまに思う。むしろ原作小説やエピナギのモノローグ見るとわかるけど、レオって何でもそつなくこなして一人でも平気でチムホア、でもそれなりの人間関係やってるナギにとって思ってることが伝わらない、信じ合えない、こじれる、喧嘩してしまう、怒ってぶつかってしまう、言いたいこと言えない、めんどくさい相手なのにそれでも隣で一緒にいたいと思ってしまうから全然都合良くないんだよね。ご奉仕サッカーは草、何目線だよって感じだけど、読んでくれて知ってくれてありがとうと言いたい。あーいい、全部良い、正規気持ちいい、暴れを上手くなってる。間違ってないけど過剰がきって怖いね。ご奉仕呼ばわりされる理由、なぎの語彙力でしょ。俺じゃもうお前を満足させられないんだな、ナギとかやってたレオにも問題がある。ナギはこのレベルには達していないのでまだまだよ。ガガマルさん、熱い風評被害、この男のことは見えてないのか。誰も指導にはかなわないな。本編でもナギを舐めるように見ればナギの気持ちは推察できるように描いてはいるんだが、いかんせん描写が細かすぎてな。本編のナギの様子のおかしさってなぜか初手スルーされがち問題。リンちゃんの手柄提起、声に出してないからスルーされてるかと思いきや、声に出しててもスルーされてたからな、様子のおかしいなぎ。最初本編は潔によって読むからかなんかスルーしてしまってたんだよな。なぎとレオに注目して読み返すと色々と気づくものがあるとはいえ、なぎはもっと声に出せ。本編だけだとこの辺のなぎ悪い男にしか見えない。朗読劇を参照するとどうやらこの直前までまだレオに怒ってたっぽいことが判明して、クソワロてる。レオなんかもう知らないって怒り狂ってた直後にこの顔してたの面白すぎる。情緒どうなってるんだ、人間になったばかりだし仕方ない。レオなんかもう知らない、潔倒すサッカー楽しいって切れてたのに本人見た瞬間浄化されてしまった。ナギさん本当は本編だけの人に、いやそこは違うんだよ、ナギもレオもこうなんだよって言って回りたいのをぐっと抑えてるからか涙出てきた。わかるよ。まあエピナギは手首をいかにくるくるさせるかが醍醐味なとこあるから、ナギはどれだけレオに腹を立てて怒り狂ってもそれを直接的レオに言葉で伝えないところにガチ感がある。もっとぶつかり合えよお前ら。正直より戻した後のこの辺のシーンもいいのかそれでって思ってたけど、本人たちが幸せならそれでいいんだろうな。髪くらい自分で乾かせとか言うのは無粋なんだ。エピナギを読めば読むほどナギが人間になっていく過程を実感できていいよね。ここもよく見たらおかしいんだけど、なんで初見だとスルーしてしまったんだろう。ナギの言葉の足りなさも悪いし、レオの都合のいい女ムーブも悪い、喧嘩両成敗。レオ上手くなってる、すっげー気持ちいいだけならまだともかく、相方への湿度を持つ男がゴールとは受精を言い始めるとちょっともういい逃れができないから。ブルーロックだし、いつかこの二人もさえと指導みたいな軽快なやり取りをするかもしれないでしょ。ナギのうじる決まる、アイクイクレオまだ同点だっつーの、この早漏音符ナギのせいで軽快なやり取りにならないよ。早漏に音符など生やすな。薄い本みたいになるからアウト。面白すぎるけど笑えない読者も多そうだよね。セリフからは目をそらすとして、このくらいの接触はありえるんじゃない。日常的におんぶしてたみたいだし、これくらいなら余裕でしょ。おんぶとこれを一緒にしていいのか。ブルーロックをなんだと思ってるんですか。原作者が金城だぞ。説得力がありすぎる言葉。イクマの目を射抜くブルーロックでこんな安らいでるやついないんだよな。なんだお前は、こっちのセリフだよ。距離が近すぎて髪に顔が埋まってるの笑う。本当にそれでいいの。ナギは安らいだ顔しているから、少なくともナギの方はいいんだと思うよ。この時はともかく、練習後汗だくになった時もこの距離感でおんぶしてたのかな。お互い気にならなかったのかな。エピナギで汗だくおんぶしてたで。練習後もしてるね。自分より背が低い人におぶってもらうのってそんなに楽かな。むしろ体勢きつくない。これは平和主義者の顔。むしろ通常なら頭がこの位置に来ますよって書いた上で、レオの首筋にあえてホークつけてるナギがこの後来るんだよ。なんでこんなに密着しなきゃいけないんですかね。多分心地いいからなんだろうな。え？ナギがどんな人間か読者が理解すればするほどこのシーンの衝撃度合いが上がるって寸法よ。わかりにくいんじゃ。
エピナギ9話の衝撃による読者の当時の動揺すごかったもんな。裏を返せばこの時まで読者はナギを信じてなかった。ナギの腕力強すぎる。ゼオが軽いのかもしれない。おいたわしいナギくん。本編だけの時はナギには湿度はないとかレオの一人相撲とか言われてたのを懐かしく思い出す。実際はこんな目をする一途な男だったとは。片翼の天使とか出てくるとは思わないじゃん。エピナギすげえよ。予測がつかない。同じとこでも本編とエピナギで違うとこがコマが大きくなってたりするのもすごいって思うわ。同じ言葉でも強調されてる部分が違うだけで全然違う印象になる。金城の言うかっこいい男っていうのは結局誰かを好きって気持ちだけで命かけられる系男子ってことなんか。過去作読む限り多分そうなぎレオで焼き直ししまくってるところ見る限りその辺の思想哲学変わってなさそうだし。一途な男が好きなんだろうな。エピナギの燃やせ青春狂え人生もこの流れかもな。人生が狂うほどのものはいいものなんだろう。そこからこれに繋がるからな。自分が壊れるほど一途に誰かを愛して熱く生きるみたいなのが多分かっこいいと思われる。そんでそういうの全部詰め込まれてるのがナギとレオなんだろなって。ナギは無重力トラップの使い手だからな。つまりそういうことだ。185クムをただ抱えるだけならいざ知らず吹き飛ばされた真偽。185クムの男を勢い殺してふわっと抱えてるからな。エピナギの映画公開されるのがすごくすごく楽しみになってくるな。スレ主みたいに驚いてくれるブルロ読者もいるだろうし、2期やる前に地上波公開もしてほしい。エピナギを呼んでいこう。パートナーって言葉の意味を考えるようになった。ナギの肩からレオに触ったことって奴隷じゃないしを除いてないから書かれるとしたらどんな感じになるんだろうなとは思う。この頃はよくいるメンヘラキャラだと思ってた。キャラカラーも相まって闇側だと思ってた時期もあったな。まさか光側の男だとは。この時期が異常なだけだったの面白い。自分で曇って自分で切り替えられるのは偉いよね。正直お前こういうメンヘラ好き外言われてレオを勧められたんだけどイングランド近辺までなんだ健全じゃんと思ってた時期があった。イレンシュートからエピナギグッズ音声ガイドアプリもろもろでドキも抜かれてけ健全なのかとなってる。どっちかが重すぎて釣り合いが取れてなかったり一方的に尽くしてたりしてるわけじゃないって意味では別に不健全ではない。それはそれとしてどっちも相手に向ける感情は重いし湿度が高い。なぎって面倒くさがりのくせに朝風呂してるし面倒くさいなりにちゃんと体も髪も洗ってて斬鉄がお風呂場で歯を磨いてたら汚いとか言うからそれなりに潔癖の気がありそうなんだけど。汗だくのレオにはおぶわれたいし自分のテリトリー内は汚してても気にしないあたりそこら辺の線引きルール自分なりにしっかりしてそう。エピナギのネームだとレオと出会う前の朝は髪濡れたまま投稿していてその後レオと別れるまでびしょなぎは出てこなくてチムホア中はずっとびしょなぎイングランド和解した後即髪ドライヤーされてて原画展のレオのロッカーになぎ専用ドライヤーが入ってガイドでもチムホア中はずっと濡れたまま寝ていたってわざわざ説明は言ってるから金城のなぎが髪を乾かすのはレオといる時だけのこだわりだぜ。風のない海なぎで自転車でもドライヤーでもなぎがレオの風に気持ちいいしてるのいい。わはーん。つまりなぎの覚醒爆発的カタルシス演出のためにレオへの気持ちは伏せておく必要があったとでもなぎからレオへの気持ちを伏せすぎて読者が疑ってる状態ではカタルシス演出が不発に終わる危険性があると。なので解説書としてあらかじめスピンオフでこれでもかとレオへの気持ちを綴っておくとそういうわけだね。なぎ曰く潔にもバローにも怒ったことないしぶつかったこともなくて俺がぶつかったのも真剣に怒ったのもレオが初めてって言ってるからなぎの喜怒哀楽マジでレオが初めてなんだよ。原作小説読むとよりなぎがレオのことしか考えてないのよくわかるよ。レオかサッカーかって感じだしそのサッカーの覚醒がレオっていうのもエピナギよりわかりやすく解説されてる。エピナギでこの時のなぎの心情を知りたい。多分今のペースだと一番早く知れるの原作小説だろうね。皆さんどう思いましたか？感想コメントお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。